県内の定点医療機関の新型コロナの報告数は増加傾向が続いています。県は医療体制に問題はないとしています。新型コロナの陽性者数は、特定の医療機関が保健所に報告する定点把握となっています。今月16日までの1週間では、899人の陽性が確認されました。1医療機関あたりでは23人で、 前の週の1.5倍になっています県は増加は全国的な傾向とした上で医療機関は逼迫しておらず医療体制に影響はないとしています一方、陽性者の増加で交通に影響が出ています佐賀と福岡市の天神を結ぶ高速バスは複数の運転手が陽性となりダイヤの維持が困難として今月15日から減便が続いています 平日は28便が、土日祝日は16便が運休していて通常ダイヤに戻る時期は未定だということです。